はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第74弾やっていきましょう。で、問題8問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、いつも通り書いてありますが、私3分23秒かかったんですけども、1問間違えました。はい、すいません。どこで間違ったかは、あの解説の時に話していきます。 でやってもらった後に不安なところとかわからないところがあれば今からね自分が一番からやっていきますのでみんなが必要なところだけ早送りでねしながら見てみてくださいで見るとね動画長くなってしまうのでよろしくお願いしますでは早速ねまず一番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれ以上画面下げますのでお待ちくださいほもうちょいかうんうんうん <laughs> よいしょこれでいいか では、では、参りましょう。で、今回も、えっ、ー、と県、都道府県立のね、公立の入試問題使ってるんですが、まあ、なかなかね、ここの都道府県は、この年だけかもしれんけど、いや、いい癖出してる。<laughs> 俺、そこの作文者、問題作った方とちょっと話したいもんね。どういう意図でみたいなね。それぐらいにいろいろこう、なんだろう。 印象深い問題が多かったんですがえまず1番からいきましょう、まあ、いつもので計算問題ですね、えー、6-17ということで、まあ、ちゃんと書くとプラス6とマイナス17を足してると考えるとよくてでマイナスの方が多いので答えもマイナスですでプラスとマイナス違うものなので17から6を引くそうすると11が残るからマイナス11とでじゃんじゃんいきましょう 最近いろんな都道府県のやってますけど、やっぱこのタイプ多いんですよね。割り算の後に分数来る。で、これは、ちょっとこう書いちゃいますね。割り算を掛け算に変える代わりに、こいつの後ろにいる。こいつね。これを上下ひっくり返します。逆数にする。だから3分の2なんで、ここが2分の3に変わります。こうやって。ただし、符号は変わらない。で、この6っていうのは、書き直すと、ま、1分の6ですよね。 6と1分の6と一緒なんで。だからここで2と6で約分すると3になる。要は一だね。で、分母の方は1になるから、まあ消えてし,えてしまうとかね、書かなくていいので、上が 3×3。つまり、マイナス9と。これで OK。で、次、分数の計算ですね。で、ここは、まあいろんな考え方があるかもしれないんですけど、自分はね、こここういう感じで、これが1分の 2x プラス 3y になってるな、みたいな風に見ます。だから、通分していけばいい。で、分母が1と2だから、まあ、当然2に合わせますよね。そのために、えー、2分の、こっち、2をかけなきゃいけないから、2x と 3y にそれぞれ2をかけて X、4x、えー、プラス 6y。で、こっちは2を変える必要はないんだけども、ここのマイナスがあります。 で、これの、あと、分数でね、一気に乗っけるときに気をつけるのは、えっと、慣れてきたらね、頭の中でやってほしいんですけど、ここにカッコをつけてください。こうやって。つまり、マイナス、カッコ、X、プラス、5Y と、こうなってると思ってください。いいで、このマイナスを分配法則で配るから、こいつはマイナス X に変わるし、この子もマイナス 5Y に変わりますよって。 で上の分子の x 同士 y 同士をまとめればいいので、えー、2分の x は 4x とマイナス x なんで 3x こっちが、えー、プラス +y だねちょっとギリギリになっちゃったこれで終了ですで次ルートが入っている、まあ、展開ですね括弧2個あって展開していくんですがでこれ本当は公式が使えます なぜかっていうと、左側、ルート3で共通なんだよね。つまり、みんなが教科書とかで習ってる、ちょっとこれ x って置き換えるよ x。x プラス1、x マイナス3って、これ公式やってるじゃないですか。これは、x の2乗。で、ここ足したものだから、マイナス 2x かけたものなんで、まあこうなると。そこの x がルート3になってますよっていうのでやってももちろんいいんですし、いいですし、 で、これ、あーでもなんかちょっと公式、こういうの慣れてないしなーって不安な方は、もう無敵の技、全部がけを使ってください。もうこれあれね、俺が勝手に言ってる名前だからみんな学校で言っちゃダメだよ。何言ってんだってなっちゃうからね。変な間ができる。で、全部がけ何かっていうと、今こうやって項が4つあります。パーツね。ルート3とプラス1とルート3とマイナス3。これを、えー、 回回回回かかかかけけけけまままます、す、す、す。二右の三四これ全部がけどれとか読んでるやつ。でそうすると、まずここから、ルート三とルート三、ルートは同じものをかけると、ルートが外れるので3、三、ルート三とマイナス三は、マイナス三ルート三、プラス一とルート三は、プラスルート三、一とマイナス三だから、マイナス三と。で、これまとめちゃえばいいから3、三とマイナス三消えるね。で、ルート同士やると、 マイナス。二ルート三となって、これで終了となります。受験時は得点取れる方が大事なので、実際俺これ解いた時、これ使ったしね、全部だけ。公式使えるなと思ったけど、まあ、こっちでも全然早いしなみたいな。 だからもし、展開、展開っていうのはあれね、カッコをなくす、カッコを外すやつなんだけど、展開をしなきゃいけないときに、公式が思いつかなかったら全部掛けしてごらん。そしたらちゃんと全部掛けして、まとめたら答えにたどり着けるからで。泥臭く,く取りに行こう。受験問題はね。で、次5番が図形の角度の問題ですね。でもこれはもう覚えてほしいのはこれね、平行四辺形、今回、出てきましたと。 で平行四辺形の角度の問題が出てきたらもう間違いなく使うのは対角です対角これ覚えといてくださいこれすげえ覚えやすいから何かっていうと平行四辺形の対角ってこうね端っこになるこの角度こことかここは同じ角度になりますつまりここが70度だったらここも70度なんですこれが覚えてほしい1個 で、もう一個は、平行四辺形の隣同士。つまり、こことここね。隣同士を足すと、180度になります。隣同士を足すと、180度。つまり、ここの角度、今回は別に使わなくていいんだけど、ここは180から70を引くので、110度ってこともわかります。平行四辺形をわざわざ出してきてる。ね、問題に書いてあったでしょ平行四辺形をわざわざ出してきてるってことは、絶対使うから、これ。いいから、これぜひ覚えておいてください。覚えやすいからね。 で、まあ、角度の問題なんて、あの、アプローチは何種類もあるから <laughs>、どれでもいいんだけど、まあ、今回、ここにょ、ここにょって言っちゃった。ここの三角形があって、で、これ、外角ですよね。で、三角形の内角と外角の関係って、一個の外角は、残った内角、こことここを足したものと同じになるんだよね。だから、x は40足す70で、 112度。これが答えになります。で、もしその内角と外角の関係が、んなんだそれってなった方は、三角形の中身ってさ、全部足すと180度なんですよね。だからここが112度使ってるから、この部分、残った1個。残った1個が180から112を引いて68度ってわかります。ここね。68度。で、直線のお隣さん。 こうなって、こうなって、今、ここが68度って分かったでしょここ。じゃあ、残ってるこのお隣さんは、180度からこの子を引けば出てくる。なので180、180-68で112と。言ってももちろんね、全然構わないので、ただね、内角と外角の関係は覚えていくと、こう、時間が短縮できるので、ぜひね、覚えていただけると嬉しいです。そして、えー、6番9ですね。9。まあ、長方形じゃねごめん。 正方,形じゃない正方形じゃない立方体だねまあサイコロみたいな立方体の中に球がぴったり入ってるとで真横から見ますちょっと球のね図を描ける自信がないので真横からいくと立方体をね真横から見たら正方形になってますとでその中にこうやって球が入ってるだから真横から見ると球は円に見えるのでこういうふうに見えるわけよ で今立方体の一辺が4センチなんだってここがこれ4まあ全部4なんだけどじゃあこれを使ってこいつの体積を求めたい一応表面積も書きましたけどえー、っと9はですねたまにこうひょろっと出てきます受験とか模試とかでもそうなんですけどで出てくる頻度があんまり高くないんですよ高くないから忘れます本当に9の体積と表面積の公式は忘れられやすい で、今回ね、それをね、思い出してほしいっていうこともあって使ってるわけなんですが、まず体積から行きましょう。使う数字が3分の4です。で、πr3 乗。r っていうのは、半径です。9のね。で、表面積の方が、4πr2 乗です。 ええー、覚えらんないっていうね、方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ自分が覚えてるやり方としては、まずね、この3分の4を4分の3で間違えるケースが非常に多い。上と下を逆にしちゃう。で、これは、えっ、ー、と、4と π をくっつけると、4ってしって言えるじゃん。あの、日本語で言うと、日本語ひらがなに置き換えると。だから、心配っていうね、まあ、心配がくっつけられる。っていうふうになんか覚えるやつもあるらしい。語呂合わせで。 まあ自分はまあ心配ってフレーズを覚えておいて、それが上にくっつくっていうなって、それで覚えちゃってるんですけど。で、あと気をつけるのが3乗と2乗の違い。で、これはですね、体積って、例えばセンチメートルを使った時に、単位が立方センチメートル使いますよね。小学校の時からずっとやってるやつ。で、表面積は表がついてますけど、面積なので、単位つけたら平方2だよね。センチメートル。で、ここの数字。 が、半径をかける数と同じになってます。だから、体積も表面積も単位を思い出すと、あ、3乗なるから3乗だとか、2乗だから2乗だでかける回数はそんなにミスらないと思うので、ぜひね、これ覚えておいてください。いいから、本当に忘れるから、9に関しては。で、話を戻すと、つまり半径が必要なんです。今回、半径。で、これはもう前から見た時に全体が4でしょだから、これの半径、ここは4の半分なんで2ですよね。 つまり体,もう今回体積だよね求めたいの体積上を使いたいので、えー、3分の4 π かける r 乗だから2の3乗。で2の3乗は2かける2かける2ですつまり8ね。で約分できないから今回は3分の4波 32π で単位つけると立方センチメートルと。これで終了となります。 はい。そして、そして、来ました。7番です。先に言っておきます。私がミスったのはこの問題です。なんか、鬼のマークつけてくるわ。ミスったから。<laughs> もう言い訳する。これさ、言い訳するっていうか、まあ、愚かな36歳の言い訳を聞いて、みんなが同じ落とし穴にはまらないようにちょっと覚えておいてほしいんだけど、自分今回この問題見たときに、ああ、不等式なんだと思ったんですよ。数量関係って言って、式を作る問題。で、不等式。まあ、こうね。 こういう、大なり小なりっていう。これを使うときと、まあ、イコール使うときもあるんですよ。で、この二つのタイプがあって、やっぱりこっちの方がちょっと難しいのよ。むずい。のね。で、このイコールタイプのときは、引っ掛けが結構多いんですよ。で、引っ掛けの多くは単位なのね。単位変換の引っ掛けが非常に多い。で、自分はいろいろ解いてきたんだけど、あんまり効率入試の問題で、 この不等式を使ってるのに単位の引っ掛けはあんま見たことがないんですよ。だから、今回問題読んだ時に不等式だと思って、ああじゃあ不等式だからすんなりいけるな <laughs> と思って、単位をね、気をつけなかったんですよね。そしたら今回、ここにあるように A メートルから B センチメートルなんだよね。もろに単位の引っ掛けを出してきてるんですよ。不等式で。で、やらかしました。すいません。<laughs> あの不等式っていうのは、さっきの大なり小なりあったでしょどっちを使うかがすごいポイントになる。ここが難しくて、難しくて苦手な子が多くて。だからそこさえ乗り越えれば一緒みたいな。はい、やりました。ということでいきます。言い訳タイム終わりです。で、今回は A メートルから B センチ切り取ると、で、残りの問題ちょっと出しておきます。編集でね。えー、っと、残ったのが、えー、2メートルより短いと、リボンがね。 じゃあ、まず、こっからここを切り取りたいんですよ。切り取るから引き算は分かるじゃないですか。だから俺普通に A 引く B ってやっちゃったんだけど、これ、B センチをメートルに直したいんです。で、これちょっと最後に、あの、皆さんにも意見聞きたいところがあるんで、それもあと、後で聞きますね。で、これは、いきなり直せる方もいると思うんだけど、結論から言うと、これ100分の B なのね。100分の B って直します。でも、今言われて、あ、なるほどってなる方なかなかいないと思ってて、これができなかった方はね。 で、これ、もし変換、単位の変換がパッて思いつかないとき、やっぱ文字になると起きにくくなるから、なんか好きな数字で置くといいです。例えば3センチみたいな。はい、これ、何メートルですかって。こうやってやっていく。で、これはもともと、1、お前、で変換できるものからスタートすると分かりやすくて、1メートルが100センチじゃないですか。ね、これ100センチと1メートル。 で、これをどう直すか。今、センチからメートルに直したいからね。どうなってるかっていうと、1メートルの基準が100って数字を使うんですよ。100センチ。だから、これ、こうなってるんですよ。100分のほにゃららこれ、例えば1キロが1000グラム。あ、1キロって1000グラムなんですけど、そこの単位変換って1000分のって付けるんですよ。基準が1000になってるんで。だから今回3センチも直そうと思ったら、100分の3センチってやるんです。100が基準になってるからね。これ逆になっちゃった。 変になっちゃったけど。いいかな。こういう風に直していく。だから、例えば、今回 B センチだから、B センチは下に100分のをつけて100分の B ってやります。で、実は小学校の時に、このね、大変換って多分分数より小数を使うんですよ。が多い。つまり3センチが0.03センチ、お前0.03メートル。っていうのにやるんですね。多分こっちの方がしっくりくる方多いと思います。結構。でも、 文字を使ったときに、もう3がここにあるからさ、0.0b とは書けないわけよ。いいなので、まあ、ここは分数を使っていきましょうと。よろしいでしょうか。0.0、まあ、うん、そうね。うん。ってなるかな。で、まあ、これをやっていくと、ちょっと失礼。これが置き換えられたので、a から100分の b を引き算しますと。まあ、切り取るからね。切り取ったら、それが2メートル。こちちはね、単位同じなので2が使えますと。2ね。2メートルより短くなりました。短い。これは、切り取った量が2メートルより短い。つまり、こっちの方が小さくなったってことだよね。短くなったから。つまり、口を開くのは2のが大きいはずだから、こういう向きになります。で、結論から言うと、今回の答えはこれです。これが答えになる。 で、気をつけなきゃいけないのは、やっぱりここにイコールが入るかどうかです。不等式のマークには、こういうやつもいます。小なりイコールと大なりイコールっていう。で、これは、そこのね、例えばこれイコール入れた場合は、2の数字も入りますよっていう。だからイコールの時もありますよっていう意味になるんですけど、こいつらを使うのは、もうこの漢字のいっていうのがマークになります。 以上以下。このいって漢字が入ってたら、イコールを使う。イコールを入れなきゃいけない。つまり今回の問題が、残りのリボンの長さは2メートル以下でした。みたいな。以下って、この言葉が使ってたら、ここイコールが必要です。でも短いとか、今回問題と違うけど、大きい、小さい、安いとか、あと未満とかね。あの辺が使われてるときはイコールが入らないので、基本的にはここの漢字、以上以下っていう言葉を使ってるときだけ、 イコールが入るんだっていうのを覚えておいてください。まあ、向きはね、自分で気をつけなきゃいけないけど。いいかなで、一個聞きたいのが、ごめんなさい。これちょっとね、俺の勉強不足なとこもあるんですけど、自分はこれ、まあ、解説ね、答え見た時にこれが載ってたんですよ。でも、これ、センチメートルにさ、単位直したらいけないのかなって思っていて、だって、A メ、1メートル100センチじゃん。さっき言ったように。ってことはさ、A メートルって100をかければいいから、 100A センチメートルになるわけよ。意味わかるかなで、2メートル、右側のね、2っていうのも別に200センチってわかるから、100A から、1センチに直してるから、100A から B センチを切り取ったら、200センチよりちっちゃかったですって、やったらこれ、別回 OK って書いてなかったんですよね。自分が見たやつに。自分はこれでいいんじゃねえかなって思っちゃったんですけど、ちょっと待って意見を聞けると嬉しいです。 ごめんなさいね。こういう動画撮ってるのにはっきりと言えなくて申し訳ないんですが、個人的にはいいんじゃないかなと思ったんですけど、はい。ご意見の方よろしくお願いします。で、最後8番ですねで。今回ちょっとどうしてもこの連立を入れたかったので入れさせてもらいました。一番ちょっと場所が多いんですけど、で、問題出しておきます。ちょっと編集でね。ちょっと読みますわ。えー、ある小学校で工場の見学に行きたいと。で、電車利用するから、 児童15人ね。子供たち15人と先生2人で支払う運賃。つまり、えっと、電車の料金が9100円でしたと。ただ、児童が10人以上いるときは、子供たちの、児童の、えっと、乗る運賃のみが4割引きになると。安くなるんでね。先生割引にならないんだけど。そしたら、えっと、6100円になったと。じゃあ、割引された後の児童1人分の運賃を求めなさいと。 で、これは、えっと、今回実際に出された問題をちょっとね、変えてます。あの、出題の仕方をね。だからちょっと難しくはなってるんですけど、まず、子供たち、児童と先生の2人分の料金が分かってない。つまり、本当はちゃんとやろうと思ったら2個出さなきゃいけないんですよ。だから問題によっては、児童の運賃と先生の運賃出しなさいってなると思うんですけど、求めたいものが2つあるから、当然 XY で置きます。数学は求めたいものを文字で置くからね。 ただし、今回、割引する前と割引した後、しかも割引した後出せって言ってるからね。よく数学の世界では出したいものを XY で置けって言われるから、割引された後を文字で置きたくなるんですけど、これね、ま、基本的には割引とかの問題は割引する前を XY で置いた方がやりやすいです。と思ってます、自分は。つまり、割引する前の子供たちを X で 先生を Y 円と置いていきます。で、もう今回のポイントは割引です。割引ね。で、子供たちが4割引になります。で、割、まあ割とかパーセントっていうのは、まあ、小学校から登場してて、まあ、苦手な方はそこからねもう割、割とか嫌いってなってる方もいると思うんですよ。で 割の方が得意な方はごめんなさい。ちょっと俺の説明合わないと思うんだけど、基本的に、パーセントの方が日常生活で使うので、まあ、あなんだろう、う接点はあるじゃんか。だから俺無理やり直しちゃうのね。で、基本的に、ごめんなさい。1割が10%なんです。これ覚えてください。1割は10%。つまり、今回4割引きっていうのは40%引きなんです。と同じね。買い物行って40%引きのものが売ってるセールだみたいな感じです。イメージは。で、 ここの4割引き40%引いたっていうのがどういうことかっていうと、ここがね、つながってほしい。60%分になったって考えるんです。えっと、基本的に基準の、えっと、いっぱいはね、まあ、よく比で1と言われるのは100%がちょうどいっぱいです。 で100%がいっぱい。で、今、値段がもともと X っていうのを100%と置いたときに40、40%値段が下がったので、40、この辺がカットされたわけですよ。じゃあ、残ったのは100%から40引いてるから60%分の値段になったよねって考えるの。 40%引いたから60%分になりましたと。で、ここまでが繋がったら、あとはもう式立てるのはもう覚えるしかない。これは簡単で、パーセントっていうのは数字、計算で使うときに下に100をつけます。100分のって。だから、この X 円の60%分になったなら、100分の60っていうのを元々の X にかければいい。これだけです。これだけ。 で、まあ、これちょっと約分しておきましょうか。えっ、ー、と、20で約分できるから5分の 3X となります。つまり、割引した後の値段はここになります。5分の 3X。いいかな。ここまでができれば、あとは連立方程式なので、式を2個立てれば OK と。で、まず1個目は、まあ、問題もま出しておきますね。ここの、えっ、ー、と、普通に15人の子供たちと2人で払うと、もともと割引されなければ9100円なんだよね。 で子どもたち15人だから 15x 先生2人だから 2y で払うと9100円の予定でしたでも割引されたので15人の子どもたちはこの値段ですよねつまり 15×5 分の 3x となりますかけるとね15人が5分の 3x に払ってるから割引されるとでここはもうちょっと約分いっか後でするか プラス 2y イコールそうすると6100円になりましたと。つまり式に関してはこれで完成です。連立方程式ね。で、ここ、約分してると 9x なるんだよね。しかも右 2y 揃ってるから、10x プラス、一回書きますわ。2y イコール9100。で、9x プラス 2y が6100と。で、2x、あ、2y 揃ってるから引き算しちゃいましょう。 6x イコール3000。引き算するとね。ってなるから、これ6で割ると、x イコール500となります。で、今回は先生の、えっと、うんちね、全く関係ないんだけど <laughs>、ま一応出しましょうか。x が出たので、上の式の方が簡単かな。この x、ここに500を戻します。代入します。そうすると15、15×500 が7500なので、7500向こうに持っていくと1600になります。だから、 2y イコール1600で y イコール800え、ここは計算関係ないで全部口説明でごめんなさい <laughs> 一応両方出ましたとで今回ね今回ここもさ割と引っ掛けたなと思ってて連日終わったじゃんで子供たち値段出たじゃんよし500円書くぞって書いたらバス食らうんだよこの問題でこれもなかなかでなんでかっていうと今回は値引き割引された後の児童の一人分の料金書きなさいって言ってる 割引された後です。あとどこってここなんだよね。これ。だから、5分の3、x のとこに x500 でしょこれを代入します。これ、約分すると、300になるので、これが今回の答えになりますと。 まあ、俺がね、この問題ミスってるからさ、本当にね、説得力がないなもう、重々承知してるけど、言わせてください。問題はしっかり読もう。しっかり読んでください。たくさん引っ掛けがもう詰まってるから。問題によってはね。で、受験当日、本番の時は、えっと、みんなが思ってる以上に緊張します。緊張するし、変に浮き足立ちます。なんかそわそわする。なんか落ち着かないってなっていきます。だからこそ、普段から問題文をちゃんと読むっていう、その習慣をつけておかないと、 本番でできないからね。普段練習の時にできないことは本番できないから。だからぜひ、これね、まあ、趣まだ続けていくんだけども、自分のこうやってこの動画にしてもそうだし、みんなが使ってる問題集でもそうなんだけど、問題文の中にきっかけがないかなっていうのを常にアンテナを張り続けながら問題解く習慣をぜひね、つけてみてください。では、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第74弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。